なんと私、自転車デビューすることにしました。私自身、自転車は5年くらい前ですか、両タイヤパンクしちゃったシティサイクルがあって、でそれも今廃棄しちゃって、それ以来の自転車になるんですよ。そのこの格好見てください。この格好でいいのかわからないんですけど、茨城県内でも割とサイクリングだったりとか自転車に熱くなってきてるということで、私も挑戦しようと思っていて、で一から揃えると大変かなと思って、と言いますか、そんな私のためにですか、自転車が提供していただけることになりました。イエイ。ちょっとその自転車を早速見られるんですか。今ある、ある。じゃあちょっと見たい、どんな感じなんでしょう。え、かっこいい、かっこいい。なんかあれですね、シティサイクルと比べてもタイヤがちょっと細い、しかも軽い、操作性がすごい滑らか。で私緑好きなんですよ。今黒のボディで、これこのハンドル、羊みたいなやつ、これ結構憧れてました。で乗れんのかな、早速あれですか、またいじゃっていい感じです。乗り方もね、こうちょっと待って待って、これどうやって乗る、前から前から、こうこうこう、後ろ。危ない。みんなこれ取れるんですか。そう。難しいな。心配なんです。これで踏み込むじゃないですか。うん、踏み込んだらこっちの足どうするんですか。そしたらペダルに足です。うん、走り出して。で座る。難しい、いや難しい、これはちょっと乗れるのかな、心配になってきました。いやー、一漕ぎすらできない。乗ってみて、めちゃめちゃ気持ちがいい。なんか乗れるといいですね。なんかすごい楽しい感じ。最初怖かったけど、なんとかここまで来れました。ご褒美。菊池どれだけ頑張れるのかライドということで着きました。イエーイ。